駿河屋ファミコン10本セット ×3 全編アンマンルンルン、今日のアマちゃんでございます。アマちゃんがね、今日もおやつもらってます。ルンルンでおやつもらってます。お、こんなにくれるのって感じいつもの人はね、全然くれないのよってそんな感じですか。ちゃんとあげてるつもりですけどね。アマちゃん、どうなんですか毛玉お姉さんにもらうのが最高なんですか。お、もっとくれと。全部食べたらもっとくれと言ってるけど、くれないですね、アマちゃん。それでは本編スタートです。マップニです。お元気ですか。今日はですね、こちらでございます。駿河屋のね、負けプレでファミコンジャンク福袋を買いました。こちらですね、価格はね、1680円 ×3 セットっていうことで合計5040円ですね。まあ安いでしょ、ジャンク福袋、ファミコンだからね。でね、3袋分がね、ごちゃ混ぜに入ってたんですよね。まあ、というわけでね、今回はね、ごちゃ混ぜに入っているので、半分をね、開封していきたいと思います。というわけで、前編です。すいませんね。編集の都合で。それでは、スタートです。さあやっていきましょう。1本目ですね。ワイヤンランドですね。これはやばいな。やばいのが書いてあんな。これマンション名と部屋番号じゃねえか。もう住んでないだろうけどね。もうマンションもないだろうけど。まあ、端子部分はね、結構汚れてますね。まあ、こんな状態かな。こんなものが入ってくるっていう感じなのかな。じゃあそれではね、次ですね、新人類ですね、ケンタロウさんのですね。まあいいですよね、新人類。最近ファミコン福袋を開けてるんですけど、これ入ってくる確率高いよねそういう感じなのかな。あ、河合さんのやつですね。あ、戦場の狼ですね。これもな、福袋で出たね。まあ、福袋に入れやすい値段帯なんだろうね。さあ次ですね。お、忍者ジャジャマルくんですよ。私の大好きな中村智子さんですかな。460円ぐらいですね。あ、これは大事にしますね。いや、これはっていうのも変だな。これも、これもだね。これも大事にしますね。今のところ結構いいゲームじゃない。さあ次ですね、あ、ゼビウス。あ、いいじゃん、好きだよゼビウス。結構綺麗だし、綺麗っていうのはラベルの状態とかね、後で洗浄しないと無理だけどさ。さあ次ですね、次はこちら。あ、ロードファイター。これもこの間出たな。駿河屋の実店舗のね、福袋でね。これもね、でも面白いゲームなんだよ、結構好きなんだよ。さあ次、車のね、 GP レースみたいな感じの。あ、これはボーリングですね。これは嬉しいな。中身入ってる？あ、入ってるね。いや、これね、結構ファミコンのボーリングゲームはね、珍しいんで、これは嬉しいですね。こんな感じのファミコンにしてはよくできてるでしょ。いや、いいですね。さあ次ですね、次はじゃんじゃんいきますよ。
あ、レッキングクルーですね。これも面白いよね。キャラクターがさ、壊してるさ、あのロッカーみたいなやつは何なの？知ってる方いたらね、コメント欄で教えてください。あと、くるくるランドですね。あ、これはあの人が大好きなやつですね。リスナーのあの人が。まあ状態はあまり良くないかな。傷は多いけど、でもラベルは綺麗かな。で、アイスクライマーですね。これはもうすごい遊んでるな。なかなかツルツルしてね、難しいんだよねこれね。さあ次ですね。次はこちら、ポパイですね。まあ、これもね、初期ラベルでいいですよね。テープ汚れがね、ありますね。セロテープはね、やめた方がいいですよね。さあ次ですね。次はパチオくん3ですね。あ、これは綺麗だわ。綺麗なパチオくんですね。キレパチです。まあ、これもね、パチンコゲームとしてはいいですよね。私パチンコの方が好きかな、スロットより。悪魔くんですね。これはラベルがちょっとね、傷んじゃってますね。でもまあいいですよね、ケンジさんの悪魔くんです。ロールプレイングゲームですねこちらはね。さあ次ですね。ドクターマリオですね。まあ落ちゲーで合ってるよね。まあこれもね、結構いろんな機種に、リメイクされた作品ですもんね。この音楽がまたいいよね。さつきですね。次はグーニーズ2ですね。横スクロールのアクションゲームで合ってますよね。これもね、私やったことないんですけど、グーニーズって映画は大好きですね。というわけで、今回ね、この15本なんですけど、どうですかね、私、レッキングクルーとか、アイスクライマー、ジャジャマルくん、もうこの辺り入ってきてる時点で、結構いいですけどね、ゼビウス新人類、まあ、悪魔くんもいいですよね。というわけで、開封でした。じゃあね、みんな大好き、清掃パートもね、つけてきます。アビリティクリーンでね、清掃していきます。で、今回もね、メラニンスポンジ使っていきますけど、軽くね、こするだけでございます。こんな感じでね、文字消えるかなと思ってね、頑張ったんですけど、これ以上やるとね、研磨しちゃうんで、メラニンスポンジ。やめてきました。ちょっと薄くなった程度ですね。洗浄の狼とかもね、こうやって掃除してきました。どう？早送りで見るなら、いいでしょう。まあでもこうやってね、買ったゲームを掃除してね、まあ大事にというか、遊んでいきたいよね。プレゼントするにもいいからね。まあ、自分の好きなさ、ゲームをさ、こう誰かに紹介するっていうのもいいよね。アイスクライマーとかは、任天堂オンラインの方にも入ってるからあれだけどね。まあ、このポパイとかもね、結構、苦手でした。悪魔くんはやったことないんだよな、まだな。というわけで、清掃風景でございました。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、ぜひね、後半にも期待してください。いいのが出るのか、何も出ないのか、ぜひ、後半戦も楽しみに。